ようございます。お食事をお持ちしました。失礼します。朝食のお支度をいたします。やはり見ていたのですね。気がつきませんでした。いえ、あの場合はあれでいいんです。誰かに見つかったとしても私一人ならいろいろ言い訳ができますから。中に入れるかどうか調べてました。はい。あそこには地下室があって、前までマッシュルームの栽培場として使っていたと本社の人に説明されましたが、今は建物が老朽化して危険だから近づくなと言われてるんです。マッシュルームは光を当てないで作りますから。推測ぐらいしか。この先は私をパートナーに選んでくれたらお話しします。あの建物はいつも庭師のゲオハルトが見張ってるので、近づくときは注意してください。ええ、昨日は珍しく姿が見えなかったので私も行くことができたのですが、お食事の支度をしてよろしいでしょうか。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。仕事ですから。今年で3年目です。4人の中では一番長くいます。はい。
ドクターは、その、私たちにどんな印象を持たれたでしょうか。ジョークでもみんななんて言わないでくださいね。本当ですか？それなら専属メイドに指名してください。そうしたらあなただけのメイドになります。お召し上がりください。お祈りはしないのですね。今日は日曜日です。この後、祭壇の間でミサがあるのですが、よろしかったら参列してみませんか。お待ちしてます。ドクター、いらっしゃったのですね。もうちょっと待っててください。司祭様が来たらすぐに始まりますから。ドクター。ボンジョルノ。トマトにも弱いよ。よう、珍しいな。こりゃひでえ格好だ。ネクタイもしねえでミサに出る気かよ。日本人ってな、どこにでも同じ服で顔出すんだな。お待たせいたしました。それでは本日のミサを執り行います。ドクター。
ミサへご参列いただけると。はい、この私がミサを司ります。どうしました？そうですか。では本日のミサを。はい、そうですね、昼過ぎまでは。もちろん構いません。それで結構です。父と子と聖霊の御名によってアーメン。神よ、私は罪を犯して心から愛しているあなたに背いたことを深く悔やんでいます。御子イエズス・キリストが十字架の上で流された御血によって私の犯した罪をお許しください。お恵みによって心を改め、再び罪を犯してあなたの愛に背くことのないよう決心いたします。天の意図高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。我ら主を褒め、主を称え、主を拝み、主を崇め、主の大いなる栄光のゆえに感謝し立てまつる。神なる主、天の王、全能の父なる神、主なる御一人イエズス・キリスト。神なる主、神の子羊、父の御子、世の罪を除きたまう主よ、我ら憐れみ。世の罪を除きたまう主よ、我らの願いを聞き入れたまえ。父の耳に座したまう主よ、我らを憐れみたまえ。主の御聖なり、主の御王なり、主の御意図高し、イエズス・キリストよ。はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき。ご見学ありがとうございました。ご感想はいかがでしたか？
それは何よりです。願わくば次のミサもご参列ください。お待ちしています。ドクター、随分疲れた顔してますね。大丈夫です。彼は司祭服を着ているときは聖職者ですから。怒らせると怖いですよ。承知しました。これは申し訳ありませんが、この荷物だけはご自分で整理された方がよろしいと思います。これはアントニオがドクターへの贈り物として便宜を図ったものですから、おそらく彼のことだから中身は。その様子だと予想通りのようですね。その荷物はいかがいたしますか。ではそのように。Thank you.
ちろんですわ。ブルーノさんが司祭ですもの。そうですわ。神への感謝を忘れてはいけないというのがブルーノさんの教えです。ドクターも神への感謝を忘れずに。じゃあ聞くけど、あなたは何をしてたの？部屋にいました。まさかずっと部屋にいたの？そうです。呆れた。どうして私の言いつけを守れないの？旦那様からは何も言われてません。旦那様が何もおっしゃらなくても仕事の効率というものがあるでしょ。スケジュール通りに動いてくれないといつまで経っても仕事が終わらないじゃない。クリスさんはこのお仕事を数字で考えてるのですか？何を言いたいの？主人と仰ぐ方の望みを全てを尽くして叶えて差し上げるのがメイドです。私たちは誰のために仕事をしてるのですか？お仕えする方の望みを満たすためではないでしょうか？クリスさんは仕事のための仕事をしているように見えます。あなたこそチームワークを乱すのはやめてちょうだい。以前もこんなことがあったわね。真冬なのに旦那様がお部屋に飾る花が欲しいとおっしゃった時、あなたは暗くなるまで外で花を探し回ってた。あの時もあなたのやるはずだったお掃除を私とジェーンが手分けしてやったのよ。でも旦那様はお喜びでした。それがダメなのよ。ダメとは思いません。ドクターは黙っててください。これは私たちの問題です。ドクターもそう思いますか？ディアナ、これが普通の感覚なのよ。普通は間違ってます。あなたいい加減に。まあ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 、この辺にしとこね。ドクターも見てることだし。ほらクリス、料理長が食材を注文したいって言ってたよ。ディアナも旦那様がお水欲しいって。早く行かなくていいの？そうね、仕事の続きをしましょう。旦那様の御用を聞きに行きます。いつものことだから。
いろ事情があるのよね。あ、でも心配しないでね。クリスもディアナも大丈夫だから。たとえ信じる神様が違っても、一人と一人なら助け合えると思う。ところでドクター、日本には何か気の利いたジョークはないかね。そうだな、私から言わせると、イタリア人のジョークはもう一つ深みが足り、イタリアのはむしろジェスチャーで笑わせようとするからな。ドイツ人と日本人とイタリア人の兵士が連合軍の捕虜になった。彼らは拷問を受け、作戦の機密を話せと迫られた。だが最後まで何も喋らなかった兵士が一人いた。それは誰だと思う？なぜだね。申し訳ないドクター、どうやら日本人にジョークの話は無理だったようだ。さあ話題を変えて食事を楽しもうじゃないか。